笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方、パーキンソン病に関わる知識などもわかりやすくお届けしていきます。今回はパーキンソン病の知識第9弾として、パーキンソン病と痛みについて取り上げます。パーキンソン病の多くの患者さんが体のどこかしらの痛みを持っていらっしゃるかと思います。それは腰痛であったり、足裏だったり、太ももの裏だったり、痛みを訴える場所は様々ですが、日常生活を阻害する因子になっていて、痛みがあるから家事をするのも難しい、外出も困難になっている方もいると思います。今回はその痛みの臨床的な特徴、種類、痛みの治療のステップ、治療法、その痛みに対してどのようなリハビリが有効とされているのかの知見をお伝えしたいと思います。痛みから長期的に解放されるために何をすればよいのかが分かれば、自信を持ってリハビリに取り組んでいただけるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。まず、痛みの臨床的な特徴です。パーキンソン病にとって痛みというのは、早期、進行期を問わず、患者さんを悩ませることが多い症状です。パーキンソン病の48%程度が痛みのせいで日常生活が中等度から重度に支障をきたしており、10%程度の患者さんが他のどの症状よりも痛みが最も苦痛を伴う症状であったと報告されています。そして、どんな時に痛むかですが、やはりオフの時に痛みが増悪し、早朝のオフ時のジストニアに伴う痛みや、夕方および深夜帯のドパミンが減少した時間帯に発現する痛みなどがあり、ドパミンの欠乏自体がパーキンソン病の痛みの原因の一つになっていることが示唆されています。また、痛みがある患者さんは、痛み以外にも、うつや不安、睡眠の質の悪化に伴って QOL が低下すると言われています。痛みが悪化するのが怖くて、リハビリをしてもいいのかお悩みの方も多いのではないかと思います。消極的になり、閉じこもりを招く可能性もあります。では、パーキンソン病の痛みの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。痛みというのは非常に難しい概念で、様々な分類がありますが、今回は PD 関連痛、PD 非関連痛という言葉を使ってご説明します。パーキンソン病で認められる慢性痛のうち、60%が PD 関連痛、40%は膝の変形による痛みなどの PD 非関連痛であったという報告があります。他の論文では PD 関連痛が実に77%であったとし、パーキンソン病が元で感じる痛みが大半であるという結果になっています。言葉についてですが、PD 関連痛とは、パーキンソン病によって発生する痛み、または痛みはもともとあるけれども、パーキンソン病によって悪化する痛みのことを言います。PD 非関連痛とは、PD に関連しないもの、先ほどお伝えしたような膝の変形による痛みや、股関節の変形による痛みや、脊柱管狭窄症やヘルニアなど、整形的に別の名前が診断としてつくものや、内臓関連などの痛みもあります。続いて、痛みの治療のステップです。まずは、今感じている痛みが PD 関連痛なのか、PD 非関連痛なのかということを見極めることが最初のステップです。これには丁寧な問診が必要ですが、問診内容としては、1、パーキンソン病の発症・進行と痛みの発症・悪化に関連があるか。2、パーキンソン病の症状が認められている側で痛むか。3、筋競合、運動緩慢、心線が悪化すると痛みも悪化するか。
4. 痛みがディスキネジアと関連しているか。5. 抗パーキンソン病薬で痛みが改善するか。などがあります。最終は、やはり薬によって痛みの改善があるかを判断します。これら5つの問診を丁寧に行うことによって、PD 関連痛、PD 非関連痛のどちらなのかを判断します。これは海外の論文ですが、現状、パーキンソン病の痛みについては、6割型整形外科で行われ、5割がかかりつけによってなされているようです。ですが、抗パーキンソン病薬の調整で痛みが改善されない場合や、PD 非関連痛の場合においても、整形やかかりつけだけではなく、適宜麻酔科医やペインクリニック外来などと連携が重要とされています。痛みの発現も腰だけではなく、複数箇所に、また違うタイミングで、違う機序で起こっていることも考えられ、非常に複雑なものですので、痛みで苦しんでおられる方は専門家医にかかることも考慮されてみてください。では、痛みの治療には実際どんなものがあるのでしょうか。薬物療法、そして非薬物療法です。まずは薬物療法からですが、これはパーキンソン病の運動症状、非運動症状、運動合併症に対する抗パーキンソン病薬を最適化するよう内服調整することです。私は薬剤の専門家ではありませんし、実際に飲み合わせの問題がありますので、薬剤名を羅列するのは控えますが、一般的にはエルドパ、ニュープロパッチ、ドパミンの効果を持続させるようなお薬が有効とされています。やはりエルドパをしっかり効かせる、長く効かせるための調整が痛みに有効であるということです。その他、痛みに効くパーキンソン病薬もあるようですので、痛みで日常生活に支障をきたしていると感じていらっしゃる患者さんは、痛みの部位、どんな時に痛むか、薬が効いている、効いていないで差があるかなどを含め、主治医にご相談なさるのがいいかと思います。その時に他のいろいろな症状について同時に伝えるとご本人が思っている重大さが伝わりません。辛いことがいっぱいあるし考えがまとまらない。あれもこれも伝えてしまうと要領を得ないことになってしまいます。受診前にメモをしていって痛みが一番悩みの種だということをしっかり伝えることが大事です。続いて非薬物療法ですが、脳深部刺激療法や運動療法が痛みに効果的だと言われています。では、痛みに効果的であるという運動療法はどのようなものがあるでしょうか。こちらはドイツでホーンヤール2から3の男女90人を集めて行われた研究ですが、90人をそれぞれ柔軟性やリラクゼーションを行うグループ、ウォーキングを行うグループ、ノルディックウォーキングを行うグループの3つのグループに分け、各グループ週3回、1回70分のリハビリを6ヶ月間続けたというものですが、結果的に3つのグループすべてで首、背中、手、仙腸関節、股関節、足の痛みすべてが改善しました。どのリハビリも痛みに有効であったという結果になっています。そして特に背中、手、足の痛みに関しては、ウォーキングやノルディックウォーキングの方が、柔軟性リラクゼーショングループよりも痛みに効果的であったという結果が出ています。前のスライドに戻りますが、背中で言うと、運動開始前は痛みを10段階の数字で表すと、7とか8でかなり痛いレベルだったものが、運動後は3から4程度まで減少し、痛みはあるけど、だいぶ軽くなったかなというところまで改善が認められています。ですので、結局、よく歩くことが一番痛みに有効であるという結果が出ています。しかし、これは長期的にリハビリを続けてみて出た結果ですので、日々の痛みのコントロールには、ご自分でのストレッチや訪問看護などを利用してしっかり柔軟性を高めたり、リラクゼーションを行ってもらって緩和しながらしっかりウォーキングをするというのが理想かと思います。外に出るのもしんどいという方は、
すくみ足の実技などを利用しながら、自宅内でもしっかりリズム運動がてら足踏みをしたり、今後は座ってのリズム運動も上げていく予定ですので、膝の痛み、炎症などがある方は、座ってのリズム運動などをしっかりされて、徐々に屋外でのウォーキングにつなげていただけたらと思います。ではまとめです。パーキンソン病の痛みには、PD 関連痛、PD 非関連痛がある。痛みの治療のステップは、まず問診によって PD 関連痛か PD 非関連痛かを判断することから始まります。痛みの治療には薬物療法、非薬物療法があり、薬物療法では抗パーキンソン病薬を最適化するよう調整することが痛みの改善につながります。非薬物療法として運動療法は痛みに有効です。そして多くの方が訴える腰や背中の痛みには歩行がより効果的です。それでは今回の講義は以上です。痛みに関しては一朝一夕にうまくいくわけではないのですが、少しでも解決の糸口、行動のきっかけになればいいなと思っています。今回の動画を見て継続的にパーキンソン病の病態についての知識を得たり、効果的な運動を続けていきたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あと、公式 LINE でどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしていきますので、ご興味のある方は、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。